Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、おしかすぐしの男Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、アハレンさんは測れない第1話、近すぎじゃね？です。全然どんな話か想像がつかないし、全くわからない。何なんだろう。いや、なんか男子高校生、高校生だっけ、高校生でしょ、高校生の男女のお話みたいな。なんかこれ系で言うと何だったかな、隣の関くんみたいなやつなかったっけとか、まあ高校生ではないけど、あの高木さんとかさ、あと全くジャンル違うけど春日とかさ、なんか隣同士前後同士みたいなのはあったけど、これがどのジャンルに属するのかわからぬまま、どの話なんだろうか。いや、なんか他の人から聞いてる感じだとニヤニヤするって言われた、お前はニヤニヤするって言われたから、だったら見てやろうじゃないかということで、もう早速第一話見ていこうかなと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。春アニメで言うとこれは2作品目になります。もうちょっとね、先行配信でパリピ孔明はとりあえず第1話を見ましたね。他のやつがね、まあまだちょっと予定がまだね、はっきり決まってないんで、順次、見ていこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、アハレンさんは測れない第1話、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。MBS。なんだろう、ちっちゃい、アハレン・レイナさん、ほう、可愛らしいオープニングだ。誰やこれ、あれ複数人、すげえこれ、なんて言うんだっけこれ、 AMSR みたいな、 ASMR みたいなやつ、誰だ、ジャンプラーなんだこれ。あれ、俺なんか嫌な予感してきた、これほら、トラセじゃん、やっぱトラセやん、出てんの、トラセやん、なんか聞いたことある声がずっとすんなって思ったら、トラセやん、え、いんの、おお、本編開始、え、もう見るわ、第1話、近すぎじゃね、体育、はあ、
終わった。聞き逃したんじゃね？アハーレン。喋んねえじゃん。全然喋んねえ。モブじゃないなこいつは。誰だこいつ。笑顔。何にも変わってねえ。なんて？なんか言ってたよでも。頑張れ高校生。めっちゃ喋るやん。あれ。そう、くじけちゃダメ。かわいそうだな、なんか。ハカレン高校って読むんかな。なんて読む。なんか口動いたよ。いや、気のせいじゃないと思うよ。ちっちゃいからだよ。ちっちゃいからだよ。獣。そう、チャンスチャンス。なんか言ってよ今。声が一切聞こえないな。え？なんて？なんか言ってる。聞こう。そう。そうそうそう、そう。 近くね？近くね？近すぎじゃね？近くね？大きすぎじゃね？二段、おんね、え？塔が大きく見えるだけなんかな。あれ？なんか。あれ？あら？ゲームアンドボール。プリクラ？なんか。顔が。何にも聞こえねえ。何にも聞こえねえ。うん。
無視だ。何今の。誰。日本史。場所がない。お。それであんな抱きついたりプリクラとかか。あら。早ない、展開が早ない。こうなん。地形よ。距離感バグりまくりだろ。まあでも悪い気はせんよな、ライドからしたら。地形地形。なんて。独身術いや口の動きも小さいんじゃない？電気街の本屋さん読んでんな。心配だな。できてないよ。ちっちゃい。ちっちゃい。わかんねえ。そうなんだよ。あらあら。そうね。そう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 、筆談だよ筆談。ああ、ああ、ほう、こんにちは。いいねいいね。そうそう、まあまずはこういうのからだよ。めっちゃ来るね。トイレ、めっちゃ書くやん。むずいな。うん。骨伝導の意味違うだろ。絶対違う気がするんだけどな。
痛い。やべえよ。弁当がでけえ。ライドウめっちゃいいやつだな。何すんだろう。何？やばいって。間違ってるよ。なんかのろし、やばい、むずいね。どうしようか。喋った。ありがとう。なんで聞こえるんだ。地形な。なんでわかんの。よくなってね。いない。近い。こうやって入るやつだ。むずいよね。むずいよ。俺もできねえや。ああ、500円。常連なんか。いけるか。あれ？できた。すげえ。ベッタベタ。そうで、え、うまくね。ニコドリ、サンコドリ、すごすぎやろ。恐ろしい。お。欲しがってたから。全部。
そうね、ライドウ君にっていうことだからね。なんか変な夢見そうだなこれ。メロンパン、あ、あ、近い。お、押し付けてんだよ。足浮いてんだ。あら。あら。ふう。はあ。令和のアニメで花ちょうちんは借金。気を失ってね。ああ。寝ながら。恐怖映像や。あ、お弁当作ってきてくれた。あらあらあら。それで早起きか。ええ子や。箸を使ってくれ。うん。少しとは。うわ、エンディングだ。へえ、こんなキャストなんや。だってさ、主題歌取らせやん。今後出る可能性があるっていうことやん。わからんけどさ。でも夏川椎名さん出るんだったら見ないといけないじゃない。っていうかもうトラセが歌ってる時点でもう全部見るよ。やばいな、トラセのライブ行きたくなってしまった。今後出んのかな、まあ、出るかどうか分かんないけれども出てきたらいいな。あと一個なんだっけ、ヒロインたるものはもうトラセ3人が確定してっかんね。そこでキャラクターとしては出るけど、箱庭リリちょっと存じ上げない。はあ、いやもう今後も見ますよ。だってオープニング撮らせなんだもん。話の内容としても面白いねこれ。どういう風にしていくんだろう。適切な
距離感を、お、Cパートあるじゃん。何これ、器用すぎる。あら、あら、次回予告。つけられてるんじゃね。またとんでもねえ作品が出てきたな、おい、これ面白いね。面白いよ。今後も見ます。面白い、面白いんじゃね。いや、これ今回の動画のタイトル、なんとかじゃねになるね。今回つうか、もう多分今後そうなるよ。今後全部なんとかじゃねなリアクション感想っていうタイトルになる。面白かった。今後もね、見ていこうかなと思っておりますよ。キャストでさ、多分今後撮らせてるかな、わかんねえか。わかんねえな。オープニングに対するコメントあんじゃん。作品のイメージに合わせた演出が盛り込まれた可愛らしい楽曲になってます。そうね。ああ、なんかささやく感じのやつってあれでしょ。だってアハレンさんのことをイメージしてるっていう感じでしょ。いいじゃないの。うわ、久しぶりに見たな。今後も視聴は継続していくんで、多分アベマで見るかな、今後は。だから多分ちょっと他の人よりは遅めにはなると思うんですけど、これが一番早いやつのはずなんで、まあ、今後も、よろしくお願いします。はい、ということで、アハレンさんは計りのね、もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、アハレンさんは測れない第1話、近すぎじゃねでした。ありがとうございました。